担当がもう、まあ、古い人間呼んで、はい、うん、まあ、今日のやつちょっと出来悪いから、うん、まあ、ちょっとカモシ入れとけ、やるすぎんなよと、まあ、ボディやろボディと、顔面いったりとかすんな、そうだそうだ、速攻だよ、初日からそうで、初日からしばかすの、そうで、こんばんは、こんばんは、こんばんは、今日はちょっとこの前谷川君に聞いた、うん、刑務所の話に引き続いて、うん、まあ、その刑務所の中でも、うん、あの監修さんとかいてると思うんですけど、うん、でもよくこう悪い極悪な監修の人もいてるということで、はいはいはい、ちょっと今日はあの極悪刑務官について聞いていきたいなと思います、はいはい、そんな人間ほんまにおるかどうかってことね、うん、そうなんですよ、前回は刑務所内でのいじめについて、うん、となんでいじめられるのか、そうそうそう、ね、うん、そのことがちょっとさせてもらったと思うんですけど、うん、今回はそれに引き続いて、まあ、前回もやろうかって話ですけど、反応見ながらしてやりたいと思ってたんで、そう、うんうん、今回は極悪刑務官ね、極悪刑に迫るみたいな、そうですね、まあ、その前にちょっとあのすいません、うん、さっきあのお礼というか言うとかないといけなくて、うん、そうそうそう、まあ、これ毎回の役はみんなに、うん、あのいただいてる方々みんなに言えてないんであれなんですけど、はい、今回鳥取のね、まあ、風俗王ですよ、はい、新社長から大量のカニをいただきまして、はい、はい、チームみんなで食べてくれたこといただいたんで、はい、美味しくいただきました、ありがとうございました、ありがとうございます、美味しかったです、あと結構、場所どこやったかな、ごめん、滋賀か三重か、リブロース、うん、リブステーキ、スペアリブ、うん、スペアリブとか、うん、ウインナーとか送ってもらったり、うん、今回、四国の方やね、四国の方、さぬきうどんか、はい、送っていただいたり、いろんなこと、うん、直接こう一個一個俺言ってないんですけど、はい、感謝してます、はい、みんなもほんまに、はい、ご祝いただいてきましたね、はい、はい、当たり前やと思ってないんで、はい、これからもよろしくお願いします、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、ではちょっと聞こうよ、うん、まあ、刑務所 の、 その刑務官、うん、ほんまに悪いんか、どんな悪い刑務官がおるんかって、あ、うん、まあまあ悪いやつぎょうさんおったわ、刑務官も どんな、ね、どんなあるな、うん、うん、まずね、まあ、いろんなタイプの悪い人がおって、うん、まあ、俺がめっちゃ印象的にあるのが、まあ、侵入とか、うん、まあ、海抜言うて、うん、侵入と海抜が違うくて、まず、うん、で、まあ、海抜言うたら懲罰、うん、が終わって、うん、よその校長から入ってく、新しく入ってくる人間が海抜言うんだけども、うんうんうん、まあ、どっちにしても、うん、まあ、新しい人間が入ってくるやんか、うん、入ってきたら、うん、校長の担当さんに向かって、うん、まあ、自分の証拠番号、まあ、自分の番号が与えられてる番号、うんうんうん、例えば100番だったら100番、はいはいはい、100番、まあ、俺さ、うん、タニアン言うて、タニアンと大きい声で言わなかったん、ほんで、よろしくお願いしますって大きい声で、うん、まあ、言うのが、うん、始まりやねんけど、まあ、その時点でもう声が小さかったりとか、うん、まあ、指先がきっちり揃えてなかったりとか、うん、ちょっとまあ二人でそうそう、な、偉そうやったり、ちょっとこいつ勘違いしてるなみたいな、そうそうそう、それがあったら、うん、まあ、まあ、ちょっといじめたのかと、そうそう、担当がもう、まあ、古い人間呼んで、おいで、うん、まあ、今日のやつちょっと出来悪いから、うん、ああ、ちょっとかまし入れとけと、やるすぎんなよと、うん、ボディやのボディと、うん、顔面いったりとかすんなよ、そうだそうだ、そこからちょっと態度悪いだけど、初日からそうやで、初日からしばかすの、そうやで、マジっすか、平気でな、うん、それどこの刑務所、うん、それはもう奈良少年刑務所で、そっからまだ奈良少年刑務所、今なくなったんか、もうなくなって、あ、なくなったんや、うん、もう今は亡きですよ、うん、今は亡き、奈良少年刑務所やねんけどね、そんなんあるんすね、そうそうそう、ほんで、まだそ、まあまあ、まあ、みんなヒートアップしたら関係なしに、ね、やっぱ顔もいってまうやんか、まあまあ、向こうも やりかし来るし、うん、まあ、一人やのに、うん、結構来るやつは来るから、うん、まあそりゃそうか、うん、まあ、そういうやつは集まりやから、うん、そうそうそう、ほ、うん、んでね、こら喧嘩なりやんか、うんうん、で絶対ほんまやったら非常ベル押さなあかんねんけど、うんうん、もう誰も押せへんから、うんうん、担当も、それも見せるから、ほんでもうそれでも喧嘩するやんか、うん、ほらまあ怪我するやんか、うん、両方、うんうん、ほんなら点検受けなあかんねん、はいはい、朝晩って、うん、毎日、うん、点検受けるときは絶対偉いさんが回るから、うん、ほんなら顔になんかあざとかと、おお、どうなしちゃうのそれ、うん、言われんな、うんうん、ちょっと来いって、うん、処遇来いって、うんうんうん、まあまあ連れて行かれて、まあ、事情聴取みたいなのされへんけど、うんうんうん、まあ、それを避けるために、うん、そのまあ悪い、まあまあ名前出してあれやけど、うん、っていう親父がおって、うん、担当かな、名前はピーやで、うん、なんか知ってると思うで、ほら、うん、嫁さんのファンデーション持ってきて、うん、点検受ける前に顔に塗られて、うん、点検終わるまで顔洗わないよって、うん、それで点検受けへんって、ファンデーション、あざ隠したりしてな、マジっすか、あ、悪いっすね、それめっちゃ悪ない、ねえ、うん、そんなやつやっぱおんねんな、いてるんすね、行さんおるよ、でもな、確かにな、やっぱそういう場所におったら、うん、その人らの仕事が毎日そこなわけや、うん、そいつらも思考がちょっと悪なってきよんちゃう、
や、そうやと思う、うん、普通だね、俺もそうやだけどな、うん、最初の入ってきたばっかりの刑務官ってめちゃめちゃ弱々しいね、うん、大学卒業してな、うん、もう刑、うん、あの受刑者にも物言われへんぐらいおとなしいんだけど、うん、1年もしてみ、だん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 ちょっとな、うん、形で出てきてな、せんせんせんね、うん、自分出してきよんねん、どんな世界でも一緒かもしれないね、あの言うたら受刑者に対して舐められたらあかんとか思うて、うん、そう、あきょるから、わかる、なんかもう言い方もコラーみたいな、ちょっとな、そうそうそう、ぎこちない感じでさ、うん、お前は言う感じや、あ、なるほどね、それでもあの奈良少年刑務所の話、うん、奈良少刑の話、奈良少年刑務所悪いな、悪いですね、でもね、やっぱりね、うん、少年刑務所より少年院の方がやっぱあの何ちゅうのかな、厳しいと思う、うん、厳しされたら一般の方が楽なんやな、楽やね、ただでも人間関係がしんどかったりするらしいけど、うん、刑務所ではそういうのないんですか、うん、一般刑務所の、一般の、はい、一般刑務所、一般刑務所もおるよ、いてます、うん、やっぱり、あ、そうなんや、でもちょっと違う、あ、うん、質が違うというか、そいつもやっぱベテラン、ベテランやな、あの一般の方 の刑務官もベテラン、うん、こう言うたら結構偉いさん、金銭言うて、うん、あの線巻いてる、金巻いてる人はもう結構偉いさんやねんか、うんうん、それも一本線、二本線とかあんねんけど、うんうん、まあ力持ってる人やったら所長とか、うんうん、あんなに物を言えるぐらいのレベルの人とかもおんねやんか、うんうん、にがもう言うたらもう絶対に起きてはあかんような事件とかあるやんか、うんうん、例えば喧嘩で思いっきりバッチバチ行って骨とか折れるような、うんうん、それやったら絶対警察言うて事件装置やからな、なんやけど、うん、そんな握るやつがいっぱいおるから、うんうんうん、あ、もうやっぱ刑務官も人間やから、うんうん、やっぱお互い話ちゃんとして、うんうん、もう懲罰なんぼでも座りますと、うんうん、でも納得いけんか、もう納得いけんかったんです、こういう理由があったから、うんうん、ほら刑務官もやっぱ分かってくれる人間もおるから、うん、人として、うんうん、あ、分かったって言ってもそのまま何もなかったかって、でも最近結構それこそあの刑務所で、うん、あの暴動とか起きたらもうすぐ時限装置になると聞いてんけど、うん、そうそう、あ、それはもうほんまにもうそこらしいやん、そう、前までほんま顔いけんかったら、うん、ボディとかやったら、うん、あの懲罰ぐらいで済むと聞いてんけど、そうそうそう、最近はもう、うん、ね、あの軽くどつくだけで、そうそうそう、もうほんまにそれこそ事件装置ってもう一回、うん、事件装置どうなの、あ、刑の見んねん、あ、刑が伸びんねん、1年とか2年とか、うん、むやむやたらに喧嘩もできへんすもんね、それはそうっすね、もう一回裁判するから、あ、そう、事件になって、はあ、いや、もう引き戻し、そこはね、引き戻しじゃない、あ、もう刑務所の中で、うん、刑務所の中で、検事とか来よるから、取り調べで、うん、訴えへんかってますね、訴えへんかっても、もう相手が訴えへんかったとしても、官が訴えたら、事件として送致したらもう終わりな、あ、そうなんですね、それになったらもう不良移送言うて、うん、まあ、刑終わったら別の刑務所を飛ばされたりとか、そう思ったらもう今あんま悪い刑務官おらんのじゃん、いや、おるで、おる、おるおる、携帯貸したりな、今おらんやろ、いや、おんねんおんねん、それが、え、もう電話せみたいな感じ、うん、電話、あの、社会との電話、そうそうそう、例えばそれは連れだとか、そう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 、マジっすか、俺も七並みあの18歳の時に、うん、裁判中やったんやけど、うん、悪いあの刑事おったんですよ、うん、って刑事、うん、合唱してる、いや、分かれへん、名前は P ですけど、うん、それその時裁判やって、うん、裁判の時にそれこそヤスに、うん、電話させてもらったもん、ヤスの名前残してくれてんやけど、うん、その時ヤスの電話した覚えてんの、ヤス、うん、今裁判の今から待ってんねんけど電話して、うん、おおとか言って、うん、もうやめとけと電話切られた、もう今までももうそんなんないわ、うん、あの警察とかなんかタバコは禁止なあたりしても、うん、あの隠れてタバコとか吸わしてくれたけど、うん、今も絶対無理や、今はな、うん、でしょうね、時代が時代だし、でも刑務官はやっぱまあまあおるよ、悪いやついっぱい、あ、そう、うん、ワイドみたいなのあるんですか、あのワイドもあると思う、あると思うし、船なんでそんな風になるかって言ったら、例えば歌手がもともとちょっと昔やんちゃしとって、うん、ほんでまあまあでも真面目にして、うん、ほんでまあまあ刑務官になりました、うんうん、まあ、俺はまだやんちゃな、うん、まだ刑務所行ったりとかする、うんうん、中に偶然会ったりとかすんねん、友達が、そんなやんちゃやったやつが刑務官になれるの、あ、結構おんねん、いけるんすね、あのまあまあそのむちゃくちゃやんちゃ、うん、ちょっとかじってるけどな、そうそうそう、分かる分かる、柔道とか剣道とかすごかったら、それ推薦で来たりする人間がよくおるから、順一郎知るやん、うんうんうん、潤一郎も俺一緒やって、うん、潤一郎の後輩おったもんの刑務官中で奈良でマジで、もう喋っとったわ、あ、そう、うん、でもやっぱバリバリの中毒やからね、そうそうそう、でそれでやっぱ官も気づいたから、うん、あ、これシャバカラの友達やって、うん、ちょっともうそこの工場には巡回回れへんようにとかしとったけど、へ、あ、かぶってるからね、そうそうそう、うん、まあそんな山盛りもあるよ、携帯電話を貸したり、うんうん、まあでも今からもうそんなんも全部できになるやろな、うん、もっともっとあのうるさなって無理になりますよ、うん、絶対にね、うん、
ちなみに谷川君、外録っていう、あの前にね、はい、あのいじめについてて、うん、刑務所のいじめみたいな感じをちょっとあの喋らせてもらったじゃないですか、うん、2、3週間前から、うん、あの時にあのの動画で話してたやん、うん、谷川君がどっかであの自分の過去を喋ってほしい、うん、それがその後決まって、あの外録チャンネルっつって、はい、あのあるんですよ、うん、あなたの人生を教えてくださいっていうチャンネルがあって、はい、俺もともとそこに出るの決まったんですけど、うん、そこの三谷さんと、三谷さんかな、うん、あの三谷さんに俺が、実は谷谷も一緒に、うん、あの俺の後で出られへんすか言ったら、いや受けてくれてね、はいはい、へー、うんうん、この動画が出るんが 2月の終わりとかぐらいなのかな、これ今、うん、多分そうやね、うん、それだよね。でそれがまあ、あの多分その外録チャンネル谷谷の人生を教えます、うん、教えてくださいみたいなやつは3月の半ばぐらいに外録チャンネルってやつやるんで、あ、そうなんですね。15万人ぐらいおるから、多分その頃20万人ぐらいもしかしたら、うん、あの登録者数もおると思うから、結構の人見てもらうんちゃうかなと思って、うんうん、そうですよね。そうなんですよ。うちのチャンネルってもう谷谷のことみんな知ってるやん、うん、だからそのうちのチャンネルでこう谷谷のこの人生を教えるよりは、うん、違うチャンネルでね、こう谷谷の出てもらって、うん、ホーミー K さんとのコラボもKさんの方からこうね、うん、話していただいて、まあ実は僕の方からその、はい、まあ自分の秋山隆二君って僕 の大阪の先輩おるんですけどね、うん、先輩介してまあちょっとコラボって話をしてもらって、はい、お願いして、それでまあ受けてもらってマネージャーさんとも実はやり取りさせていただいてたんですよ、うん、はいはい、その流れでちょうど動画も出たこともあって、うん、コラボもさせていただくんですけど、うん、来週かコラボね、うん、そうですね、うん、コラボさせていただくんですけど、そこでも谷川君、僕とも最初は K さんが撮るけど、うん、谷川君が入ってくるバージョンも撮らせてくれるみたいで、はい、あのホリートさんって K さんのマネージャー、はい、さんに、うん、まあ、から今日連絡いただいて、うんうん、谷川君も一緒でいいですよ、嬉しいですよね。嬉しいですね、それは、うんうん、まあ、でもやっぱり、まあ、それも SNS の力ちゃうかな、うん、やっぱり何もやれへんかったら何もやれへんまんまやし、うん、かといってやっぱりこうなんていうの、この自分らがやっぱりこう自信がなかったり、うん、そのやっぱりこう続けて YouTube を始めてみた、うん、でも分かる、なかなか伸びへんかったり再生回数も伸びへんかったらやっぱやめてまう人がめっちゃ多いんですよ、うんうん、でもやっぱみんないいことばっかり考えてるからあれやけど、うん、やっぱりじゃどういうふうになそれを継続していくかってすごい大事やんか、うん、そうやな、まあ、うちのチャンネルの場合はやっぱうちの兄貴のねやっぱりおかげもあるし、うん、その他ね丸山ゴンザレさん、ウリタさんとか、うん、ね、それこそ K さん、うん、湯山さん、いろんな人 の、 この、うん、コラボ の、はいはい、していただいた結果でやっぱこうどんどんね、伸びていってますけど、うん、普通じゃないから、うん、でも、まあ、その中で谷川君もやっぱりこう認知してもらって、はい、こうやって他のチャンネルでもこうね、うん、可愛がってもらったりさせてもらうってことは、うん、すごいやっぱ嬉しいですね。嬉しい、うん、そうですよね、うん、終わるとできないですよ。いや、マジでできん、うん、まあ、するつもりないけど、うん、ないけど、ほんまにもう、うん、ほんまに全国指名手配とかで顔乗ったらもう、うん、そこあるから一緒、うん、どこともバレな、うん、もう大変、もう外でタバコ吸うのも多分もう無理ですよ。外でね、うん、そのタバコ吸ったらあかんの？いや、その喫煙したらあかんとことか、あ、それは、ね、ちゃんとしてるよ、それ、うんうん、まあでもさ、今、まあ、最近、うん、まあ、刑務所内のいじめとか、はいはい、刑務所内でいじめられる、うん、ただ性犯罪者の人がいじめられますよとかさ、はい、まあ、いわゆるピンクというね、うん、ものがいじめられますよみたいなこと喋ったり、うん、今回も何だっけ、極悪刑務官についてみたいな感じで喋らせてもらってますけど、うんうんうん、あくまでそれこれってほんまになんていうかな、悪い道に誰かに誘導したり、うんうん、例えばいじめを誘発するような内容であったりするもんじゃないんでね、うんうんうん、違いますね、はい、これは毎回途中止めてやっぱ話を していかないと、うん、勘違いされたくないし、あ、この人ら面白いなって、うん、この人らみたいになりたいなってもし思ってしまったらよくないわけで、うん、俺らははっきり言って人生で考えた時にかなりの失敗者やからね、俺らのことを見て、うん、俺らのようになったらあかんなと思って生きないとダメなんですよ、うん、俺らみたいに、うん、ちょっと悪ぶってるって言った場所、うん、過去アホみたいに喋ってるけど、はい、俺らはこれをするしかないだけであって、うん、この人生は間違ってるから、いや、それはそもそも、うんうん、例えばね、こう僕らみたいな YouTube とか見てる人おると思うけど、うん、その人たちの価値観はいいかもしれないけど、うん、自分の人生は自分の人生でちゃんと持って、うん、やっぱいじめとかやったらあかんし、うん、薬物なんかやったらあかんわけよ、基本的に何でもやったらあかんから、犯罪やったらあかんんですよ、うん、僕らはもうはっきり言ってもうかなりそれてるから、うん、もうね、ある程度しゃあない、自分らはもう、うん、自分ら自身にこうなんかこれを一つのキャラとして、うん、もうこのままありのままいこうっていう感じやってますけど、うん、その部分はちょっと見ていただいてる方々に、うん、ちょっと理解してほしいな、うん、たまに憧れますとか翔さんの生き方憧れますって来るんですけど、憧れたら終わりやで、うん、やばいぞと、うん、言うたらまあね、谷川君こうやっていろいろ話してくれて、うん、まあ谷川君もこう捕まったりとかあると思うんですけど、うん、やっぱ捕まった時とか、うん、
その時ってやっぱすごい後悔してるじゃないですか絶対に、うん、うわやってもうたなみたいな、うん、でも今となったらもうねそれを笑って話せるぐらいになってるからね、うん、笑って喋ってますけど、うんうん、やっぱ後悔があったりとか、うん、例えば刑務所の中でもねいじめとかもあるようなね、うん、ところなんで、うんまあ、実際どうなってるかどうなってたか分からないじゃないですか、はい、あの言うけど、うん、あの全て運やからねうん、その人ら持ってる正直最後運なんよ、うん、5回懲役行ってようが、うん、1回しか覚醒剤行ったことない人間、うん、100回やった人間、うん、でも1回でもその道から抜けられなってる人もおんねん、うん、いろんな運で、うん、100回やってしまって、うん、逆にやめその後いろんな人として、まあ、新しいいい出会いがあって、はいはい、ゴロって変わる人もおるわけ、うん、あのはっきり言って運やから、うん、じゃあ俺らみたいにじゃあ例えば道外してみんながみんな分かるあのこうやってまっとうにできたかほんの一部やから、うん、ほんの一部、うん、SNS なんかでできてる人間ほんまに一部やからいやそうですよね、うんうん、ほんまに悪いけど1000人に1人とかレベルじゃない、うん、もっともっと一部、うんうん、それは間違いないわ、うん、ほんまにその人の運であって、うん、俺らも当時昔、うん、例えば覚醒剤な、うん、一緒にやったメンバー、うん、その時何も薬とかやったことなかった時な、うん、やったメンバーやって、うん、帰られへんなった人間いっぱいおるから、うん、帰ってこれたらええ経験やね、うん帰ってこられない可能性は高い高いな、まあ、それは間違いないわ、うん、ほんまにほんまにだから今苦労してる、うん、自分自身もどっかで帰ってこられへんかったから、うん、だから大学も苦労してるわけであって、うん、この部分に関してはちょっとあのみんなに分かってほしいかな、はい、こうやっぱ自分らも含めてやっぱこう、うん、アウト元アウトロー系の YouTuber の人って結構今多いけど、うん、あくまでその人らに対して敬意を持つのはすごいいいことだと思うんですけど、うん、やっぱその人らの人生はあくまで自分たちの人生と人生もこうなってもいいやと思うべきじゃない、うん、それはそう、うん、それはそうですね、うんそれはやっぱりそうなってしまったら俺らほんま悪影響でしかないからね、うんうん、しんみりした動画続いてますけど、うんはい、ちょっとね、なんかこう企画もん的な YouTube っていうのはちょっと今控えてるんですよ緊急事態も考えて、うん、だから見てこの外公園、うん、さっぷりで寒いっすね、うん、でもやっぱりこうなかなか飲食店がやってなかったりそうやね、うん、だから我々 YouTuber も人のいない公園でこういう発信をしてるわけですよ、うんまあいろいろやっぱね、はい、こんな状態なんで人を連れて企画したいとちょっと今できないんでちょっとこんな感じになってるんで、はい、そこはまあご理解ください、はい、あとコラボが決まってるところさっきちょっと言っちゃっていいのか分かんないですけど、うん明日、うん、岩間チャンネルの岩間さんと、はいコラボさせていただきます、はい、で来週の22日、K さん と、コラボさせていただきます、はい、でその前に、あさっての15日かから、沖縄に行きます、はい、キクチャンネルってここにぶっ飛んだあのチャンネルがあるんですよ最高にあの自分の足が折れるまで金属バットで蹴ったりとかそうそうそうちょっとあのめっちゃぶっ飛んでるからタニアンとコラボをちょっと、うん、あのしたいみたいな話しちゃったんで何させられるかな、うん、どんなコラボになるかね無事にね大阪帰ってこれるのかと、まあ、の病院の入院先で撮影することになるかも分からへんバズるだそれバズるそれライブしたらバズるよ、ねえまあ、まあどういうあれになるか分かりませんけど、はいまあちょっとコラボ続いていきます今から、はい、で仙台の邪気ねあこれはちょっと別で撮りたかったけど、うん、仙台の邪気まあまあもちろん和歌山の刑事ひろきも、うん、すごいあの時の動画が反響良かったやんか、うん、コメントもすごい良かったんですよ、うん、で仙台の邪気に関しては、うん、ちょっとすごいまだまだ聞きたいこと特にあるんだよ、うん、あのフランスの特殊場みたいな話とかさ、ね、ちょっとあいつってすごい人生を歩んでるやんか、うんうん、だから仙台にちょっと行こうよ、うん、ね来たいですね、今月パンパンすぎるけど忙しいですね今月はちょっとパンパンやなほんまに無理や、うん、3月ちょっとほんまに仙台行こうかそうですね、うんうん、3月仙台行ってジャキとはゆっくり、ジャキとその仙台の方で、うん、なんか歩きタバコしてる人めちゃくちゃおるらしい、ねうん、ジャキあのカメラ回ってないところ注意しまくってらしいから、うん、あなるほどなるほど歩きタバコとかしてる人間をじゃあ注意する動画をジャキと撮ろうやとあーいいですね俺面白いと思うんですよ、うんまあ、まあまあ知ってる人にはちょっと迷惑かけますけど、うんうんまあ、ダメなことなんで、はい、それはまあそんな感じです、うん、はい、はい大丈夫ですか大丈夫です、はいはい、今日もありがとうございました、またなあなんかあれば、うんね、こんなことをしてほしいこんなことについて喋ってほしい最近ちょっとこんな感じの対談系が多いんだけど、うんはい、こんなことを喋ってほしいあんなこと喋ってほしいとか、うんうん、あの誰々とコラボするんやったらこんな内容聞いてほしいとかあったら、うん、ほんまに何でもコメントにどんどんください、はい、そうですね、はい、もう何でもいいんでもう質問とかでも、はい、バンバンくださいお願いしますはい、はい、お願いします、はい、ありがとうございましたはいありがとうございましたはいありがとうございます